ケバブルケーキバブルケーキおいバブルおめえナッツキョーナッツキョー次指先に逃げてた。さ、やっちゃいますか。おい、どうする？作戦決めようぜ。作戦ないかな。いい作戦ないか。ミサトランにとりあえず接触して、ミサトラン弁当入ったって言いまくってそのまま会議に行く作戦どう？これ。ご利用しましょう。よし、ミサトラン探そう。手頃なやつ。手頃なやつだったら誰でもいいか。うん。もう誰でもいいよ、手頃なやつだったら。怪しい。バブルケーキ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 おいバブルおめえバブル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 言い逃れできませんよ。さすがに無理です。あもう8ポーカーフェイスで提出します。じゃあこの波動をキャンセルした僕のことを白目に見て皆さん僕のことをだけを信じていただければ村は勝てます。やっちゃいましたね。何したの何したかはもうバブルからどうぞ。いや、違う、ラボしてない、ラボしてない。ちゃんと言ってよ。もうしてない。よう言ったな、お前。おい、バブル、来るな。ガチでポーカーフェイス感ある。完全にバブルです、ちなみに。ポーカーフェイスの可能性もあるけど、もうそれはもう追わない、もう。何したの？ホロホー目の前で打ってたとかじゃない？いや、弁当です、バブルは。いや、じゃあ弁当。ゴリゴリに弁当入ってます。弁当か。今、じゃあ、ポーカーフェイス。今、ミーティングで行こう。そりゃそうやろな、俺ボタン押してるからな。ずっと追っかけてましたよ、バブルのこと、俺とポンズで。バブルが、宿舎の上の弁当が、ポーツってって、ね。おめえの仲間全員釣ってやるからな、マジで。覚えてる。言ったら、バブルが、ちょっと待って、ちょっと待ってって言ってましたけども、八山さんは止まりませんでしたよ。全然待ちません、僕は。アドリアンです。とりあえずスキップ入れますね。まあ、スキップしかないだろうな、バブルさんよ。残念だったな。マジでやば、この戦術。ナイス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 。いいね。この戦術、やば。バーブちゃん。おい。バブルちゃん。ポズどこだ。やばいやばい、ナッツに知られる。ナッツよナッツよ。ナッツよ。いい加減にしろお前ら。ナッツセリフだぞ。おい。バブナッツか。そういうことか。これはナッツ呼んでないのは僕が証明できますんで。いや、推しバブさんの。ナツピョンさんに今僕がナツピョンでやってってボタンを押したのはもう理由があります。ナツピョンさんさすがにわかるよね、これボタンを押された理由ね。わかりませんよ。あなたを切ろうとしたらまああなたは死にたくないからまあボタンを押したんですかね。こいつよしもう切っちゃおうって言ったからやばいって思ってる、このインポスターマジで最低やな。俺はシェリフでポンズを切るって言って追いかけたからな。電波落ちたかも。もしもし、ハッチャンポンズはもう絶対殺さないっていう作戦どうですか、これ。ああ俺は全然飲める。ナツピョン釣るんだったら飲めるよ。いやいや釣らない釣らない。ハッピョンは俺両方釣った方がいいと思うわ。だってポーカーフェイス残っちゃうと最後ジンガイとポーカーフェイスだったらポーカーフェイスの勝ちしかなくなるから。あー PP されるってことね。そう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 。まあナツピョンさんしては削りたいでしょうね、インポスターだから。削りたいですよ。相方持ってかれてビビってんのか、焦ってんのか。同胞に多分ね、これわかりました。普通にバブルインポスターだった可能性もあります。それでもう霊界からね、もうちょっとハッチャンとポンズだけはやってくれって言われてたんですよ、バブルに。これ多分だから、おいお前は殺してやるって言ったんですよ、僕に向かって。ナツピョンさんはちょっと待って、絶対そうじゃん。ナツピョンはずっといたぞ俺と。絶対そうじゃん。ナツピョンがいたよ。ちょっと待って、オシずっといたって言った、このターンですか。このターン、前のターンはずっといて、このターンもほぼ前のターン関係ない関係ない関係ない。このターンの話だよ。このターン、このターンは何もしないだろ。いや、脅されましたよ、僕。ポンズってオシオンどう見えてんの？どうしたらいいの？これね、ワンチャンこれ、二陣がしてる、ここね。絶対そうじゃん。なんなんそれ。絶対そうじゃん。なんなん。ナツピョン入れた、ナツピョン入れた、ナツピョン入れた。ポンズに入れた。ナツピョン、こら！おめえ！やばい！おめえ！おめえのこと切りに行ったからな。おい！追いかけてやるよ、ハチちゃんかポンズな。ハチちゃん！
今僕は夏病に8歳ほ本当に人外じゃないのよ。うさんくさいよ。何がうさんくさい。え、じゃあそれ払拭するわ。何がうさんくさいか。あ、分かった。じゃあちょ真面目に言うわ。うん、真面目に。じゃあ何でも、うん、演技しない。絶対何でも答える。真面目に。証明したいわ、自分の城。うん、おいでおいで、何でも来い。本当は、うん、ポーカーフェイス。マジでクルーメイト。本当にクルーメイト。本当なんよ。え、付き合ったら重いタイプ？俺ね、付き合ったらね、ぶっちゃけ重い。ぶっちゃけ重い。普通に連絡とか友達と、うん、ちょっとあの昔の男友達と二人でご飯行くからって言ったら、うん、いやもう絶対嫌だって言う。ともなんか配信所。おい待って、やめろってポンズ誰だよ。今ポンズじゃないの。いや違うと思う。今どうなった。夏ぴょん、夏ぴょんは先行ってる。うわ最低やな。俺一番先行ってるだろうな。夏ぴょん少なくとも、いや夏ぴょんは今殺してないですよ。まず言いたい、こいつ俺のこと殺すって言ったのに殺せなくなってるんですよ。これサイドキックもらう。わ絶対そうじゃん。お前夏ぴょん、お前確実にもらってますよ。魂売り上がったな、人外が。コンビお前らも、お前らも人外だろ。確かに俺がセリフでは。待って死体通報ですよ僕ね。そんな本人見てるんじゃねえのか。直近だぞこれ。キノコのボフンで殺してますこれ。夏ぴょんかおめえ。まさか。すげえってお前言ってただろうな。いやゲッサーやってくれよゲッサー。これ分かりました。夏ぴょんがこれサイドキックで夏ぴょん異常に構ってた人いたんですよ。いた、そういえば。絶対そうじゃん。確実にここに知らないじゃん。確実にそうじゃん。キノコのボフンが鳴った時にオッシオンと夏ぴょんが僕の前走ってた。アベル夏ぴょんはだいぶ前だよ。夏ぴょんはだいぶ前なのよ。夏ぴょんさんは一緒に今いる。その後ろにオッションがいたの。今誰ともいない。そうそうそう、誰ともいない。確実にここですよ。え、じゃあ内訳的にはどう思ってんのポンズは。夏ぴょんが元シェリフのサイドキックです、うんうんうん、でオッションは波動。絶対そうじゃん。ライン濃すぎだろ。絶対そうだもん。マジでこいつら。ガチガチラインすんだ。いい加減にせよ夏ぴょん、ほんまに。ふざけんなよ。あんだけシェリフで切るって言っといて俺をはめようとしやがったな。イビルゲッサー釣れないかなと思ってね、嘘ついたんですよ。マジで許せません。シェリフは詩人さんです。嘘ついてたってことじゃん。 うわ見て今の。シェリフは詩人さんです。聞いた。僕切れませんよの保険かけてました。詩人さんが夏ぴょんを切ったって主張してんの。むちゃくちゃですよ。そうです、絶対そう。そしたらあなたたちの二人のあれが始まって言えなかったんですよ。詩人さんについて何も言えなかったです、あのターン。うーわそうなんですよ、絶対。そう大構え、このオシオンのね。さすじゃあ、まずオシオンから行こう。危ないから。いや、夏ぴょん。ポンズあっちゃんだろ。夏ぴょん来る。そんなわけない。えバカー。さすがにこれはもうオシオン一択ですよ。いや、なんか結構順調に進んだよ。なんだこのゴブブドラインは。言う？だって本当は何なの？俺？誰にも言わないから。本当に？お、おい！おい！ポンズ！ポンズじゃねえか！さすがに無理だ！それは！許せねえよ、こいつ！おい！ポンズ！うわ！え？え？今だって竹読めやラインですか、これ？え？俺今ミーティング入ったら死体とポンズがいたぞ。ちょっと待って、僕通報してますもん。だってそりゃちょっと待って、セルフってことですか。俺今回はっちゃんやみ無理なんよ。おえってことは、うん、でポンズも前回も前々回も白で見てるからセリア黒だわ。あれこいつらえってことはポンズ鬼キメやって感じなの。うん、多分ね、確実です、ここ。絶対夏ぴょんどうなったんだよね。絶対そうじゃん。いや、夏ぴょんは、またあのほら、僕目線は、オシオが波動砲で夏ぴょんがサイドキックだから、夏ぴょんは今波動砲になってるわけですよ。で、書き読みやですよ、ここ。もう間違いない。これまずいです。ピーピーです。ノリでなんとかしてきてんだ。でも、安心してください。僕、メイヤーなんで。ポンズは俺が犯人だっていうの？
いや、皆さん犯人じゃないですよ。滝尾さんが確実に目の前でやってるんで。切ってるのは鬼やね。まあでもね、こんなにね、あの滝尾さんと僕で対抗で僕を叩きに来てる皆さん、これは確実に二人がいないんです。上からミーティングがいたら死体の上にお前がいたんだから怪しいに決まってんだろうが。それはね、それは通報するんでいるでしょう。しっかりと滝尾さんを確認してから通報しに行ったわけですから僕は。俺なんかでもちょっとポンズ言うのだんだん怪しくなってきたわ。なんかおい、リンズ、リンズの都合で一人削りてえからね。ここに来てどこが怪しいんだよ。悪いけどなんか急に2人人外だとか言い出して、これね、目屋さんじゃないや、竹尾はっちゃんだこれ、ああ、急にあーもう俺結構、あ、じゃあポンズだ。そんなこと言うならさすがに無理ですよ。そないなこと言うならあなたですわ。まずだって竹尾さんから行かない時点でおかしいですよこの村。でも夏場も確実にあのおかしいんでこいつ。ポンズポーカーフェイスだろ。どうすんの。出た出た出た、適当なことばっかり言いますね皆さん。ポンズしかねえだろ。自投票します。え、オリキ聞こえる。聞こえるよ。投票なわけねえだろ。オリキボタン、竹尾さんに入れてます。ボタンボタン。最近寒いよね。ね、最近寒いから。うん。夏病に追っかけられてる。早く直して、早く直して。俺もヤミちゃんしか信じらんねえよ。うん。本当のこと言うね。本当？あのポーカーフェイスの CO を受けたクルーです。八山さん。みんなのなんか仲間がいなくなったな、八山。いや、俺ポンズに一番最初ね、弁当入っててポンズがね、で、お前ふざけんなよみたいな、本当に許してほしい、本当に許してほしい、ちょっと協力してほしいって言うから、俺ちなみにクルーなんすよ。はいはいはい、うん、で、実際に僕ポンズに入れてるし、前回ね、うん、ポンズと真逆の投票してるんです。実際のところ、うん、うん、はい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 、なんで僕の言い分は信じてほしいですね。他になんかないの？あと多分二人がいるじゃないですか。はいはい、イビルギャンブラーと、あと多分ゲッサーもいるんじゃない？ゲッサーか波動砲のどっちか。うん。はいはいはい。で僕そのポーカー、ポンズがポーカーフェイスって信じてるんで、前回ポンズキルできないんですよ。うん。うん、なんで僕の見立てだとまずポーカーフェイスはいない。うん、はいはい、ほんでもってあとはキルできる人間が、2人。うん、でもこれいるんだったら普通にキル入ってんじゃないの。いや、なんで多分イビゲが落ちてんのかな。イビゲがいたんだったら俺のことポーカーフェイスで打ちたいと思うからね。で僕がポーカーフェイスを匂わせてたのは、イビゲでハッちゃんをポーカーフェイスで打てば、そう、これをそう、これ打たせるために僕散々匂わせてたんですね。でもこれ打ってこないとなると、うん、これイビゲも死んでるんで、うん、じゃあ夏ピョンなの。夏ピョンは分かんないっす。まあ僕はまあクルー、まあメイトですかね。うん、ジャッカルじゃない。うん、まあジャッカルもあるかな。はっちゃん釣りましょう。やめえ。ポン投票か。スキップ。あ、うわやべ。いや、これ2体じゃ勝てないと思うじゃない、これ。ナツピョンがワンチャン弱か。ああ、続くのか。ヤミちゃん。ヤミちゃん。あ、逃げられた。巻いた。あ、巻いた。すげえ巻いた。ジジイ。つらけてなかったんだ。スピオンがジャッカルだった。惜しかったな今の。キックになってすぐ取られた。バブさん早すぎるよ。何もしてないでしょ僕本当に。あの作戦の犠牲者になったんでしょ。ルンルンで。天上天月なく花火かな、とこしえと刹那の出会い、ああ忘れまじゃ
するマッチをするマッチ